してしまいましたが、はい、はい、今年もね、滅ぼしていきたいなと。いきましょうかまあ、正月早々ね、ジョネトラダムスのブックレビューということで、はい、お届けしたいなと思うんですけど。はい、まあ、去年出たね、まあ、割と去年の後半に出た、名著の数々、ね、ご紹介していきたいなと思うんですけど。はい、もう、とっとと行きます、はい。やっぱりね、やっぱこれでしょすみません、本用意してなくてゃ。<laughs> これ、俺、今日、本持ってくるの忘れちゃった、はい。<laughs> なんかちょっとこの紙の書影なんですけど反日主義これはもうね素晴らしいというかねあのヨンフンさんそれからイ・ウヨンさんなんかもねこれ書いてますけれども素晴らしい本でしたでね私個人的なこと申し上げてあれですけど中学生高校生とねずっと左翼だったんでこの「反日種族主義」で批判されてるようなプロパガンダ全部信じたんですよ。なるほど 全部信じてたんですけど、はい、どうもそのプロパガンダって始まったのはなんかあの日韓、えー、基本条約、はい、あの辺で要はそう日本と韓国が仲良くなると困るので。はい なのでそのでそ朝鮮人全般を日本に対して敵対させるために、はい、朝鮮総連が巻、はい、いたプロパガンダだったらしいの。そうなんですね。仲良くさせないようにしようとしたそうですね。だからそれのなんかあの反日プロパガンダの根拠になってる論文とかも大体ね1950年代とかに朝鮮総連が書いたデタラメの論文,文で、えー、実際に東京を見てみろ記録を見てみろって話をこのねイ・ヨンフンさんはずっと言うわけですよ、はい、一貫して。でその嘘をねついてるんだけどじゃあ根拠は何だっに数字がねえだろうってことを、はい、もう徹底的にデータで。 論破してるんです。すごいです。データを使うんです、ね。データを使うんです。でね、例えば、その炭鉱夫。 炭鉱腑の給料がね、はい、朝鮮人はね日本人よりも安かったみたいなことを言うんですけどこれね事実でもあるんですよ、はい、でもこれはあの西岡先生なんかもね説明してますけど炭鉱腑って出来高制なのねあそうなんですか, 1>, そうだから1トン掘った人の方が、はい、あのが0.5トン掘った人よりも倍ぐらい給料もらっちゃうんですよ、はい、で炭鉱腑はやっぱりほらあのなんていうの熟練してるとあの掘るの上手でしょ、はい、なので最初その朝鮮の人が日本に来たばっかの頃あの石炭ほん下手くそで、はい、そんでそのあんま出来高なくて安かったんですよ あともう一個はね、あの朝鮮半島から出稼ぎで日本で石炭掘りに来る人は、大体ね、一<あ>人単身で来るのね。あ、そうなんですね。で、1> 1で単身で来てね、両住まいなんですよ。はい。だから、あの、ご飯、ただ。はい。 で、あと、その、まあ、戦時中のことなので、あの、インフレを起こさないようにってことで、日本人も朝鮮人もね、全員ね、貯蓄してくれってことで。結構、あの、振り込みになってる部分もあったんですけど、はい、実際に使えるお金を比較してみると、日本人はみんな、ほら、家族で住んでて。はい、その、ね、あの、食費とかも自分で出さなきゃいけないので、ね、はい、貸し分所得で考えたら、朝鮮人もそんなに貧乏じゃなかったのよと。食事が取れるっていうのはいいですよね。はい、で、さらに言うとね、年の後半の方になってくるとね、その、まあ、徴用が始まってから、後ろになってくると。朝鮮人もだいぶ熟練して、コル、はい、のうまくなって、日本人より給料もいいっていうケースも。 あったね、散見されるんですよ。そしてご飯もついてる。そう,そ,うそ,うそう、そう、はい、そう、そう、そういう感じね。だから、その炭鉱のデータとかで、ほら、朝鮮人の方が給料安いじゃないかって言うんだけど、はい、その次のページを見てみろと。はい。ね。 そのもらっているそのまあ日本人の、えー、まあ経験年数と朝鮮人の経験年数を比べると、はい、朝鮮人はみんな2年以下じゃないかと。<ー>これだからあのまだやったばっかりだからホルの下手くそで出来高製だから給料安いんだよってことを見事に論破している、はい、なるほどもうそれで当たり前でしょということです、ね、これの嵐ですその徴用問題から慰安婦問題から何から全部それのもうデータでもうファクトを突きつけて、はい すごい気になりますねそうですだからあのまあ朝鮮問題に関するね、はい、まあまあいわゆる岩慰安婦、はいまああえて徴用工と言いますけどまあ慰安婦徴用工問題に関するですねファクトフルネス、はい、ね去年流行りましたよねファクトフルです。はいあれの歴史版ですよまさにすごいですねすごいんですよこれは読まなきゃいけない、ね、これ読まないとダメですね、はい、だからその日本は朝鮮半島でひどいことした云々ぬっていうのは確かにねひどいっていうのはなきにしもあらずなところはあるとあのこのあのイヨンフンさんも言ってるのでそれは何かというとね例えばその朝鮮半島のまあその 法律的なものね、はい、あの経済的な自由っていうのはほぼほぼ日本と同じぐらいまで拡大するんですよ、はい、割とすぐに。ところが政治的な自由っていうのは結構ねそんなに拡大しなかったのね。はい、ねでこれはだからあのそのやり方ね要はその、えー、まあえー 国のその政策みたいなところを日本人に握られて、はい、で、そこをまあ日本人に主導されたっていう点では、日本人に奪われたと言えるかもしれないと。なるほどでも、じゃあその下で。じゃあ日本がやってた経済政策はどうだったかというと、はい、ほとんど日本国内と同じことを。 この朝鮮半島でもやってただけで文句を言うならそこじゃないんじゃないのみたいな話を書いてるんでで、すねその政治的な義務とかそういうのも要はその政治的な権利は義務伴うでしょ義務は徴兵とかにもつながるわけ当時日本は徴兵であったんで朝鮮半島の人を戦争に送らないみたいな意図も日本側にあったのかもしれないしそこは結構評価分かれるところだと思うんですけどその辺のですね、事実を積み上げて議論しているという点ではさらにね、この本と対をなすものがこれなんですよ。 なぜ彼らは北朝鮮の地鉄層に従うのかと篠原丈一郎さんと岩田敦さんのねこの本ですこれもねすごいですこのねイ・ヨンフンさんの本をこれが韓国に関する本これは北朝鮮に関する本なんですこっちはね。 わかるんですねななるほどセセッットトででですすねねこれはんそのチュチュ一層っていうのはそもそも生まれた経緯っていうのもかなり政治的なんですよ。あそうなんです、ね、あの北朝鮮という国ができた時にはね、はい、ソ連派もいればチャイナ派もいるしいろいろいたんです。はい、でその中でこういろいろこうまあヘゲモニー争いがありまして権力闘争があって、はい、最終的にはもう全員粛清して金日成がまあそのヘゲモニー握るんですけど、はい、でその中でこのまあその支配をね より安定化させ、はい、でなおかつその摂取を進めるために作られたのおこの乳製品となるほどなんですよ、はい。 で元の発想はね、そのまあマルクスレイニン主義はね物質主義なんだけど、我々はこう精神というものにね心に重きを置いてるんです。人間がやっぱ主人公なんですみたいなそういう基弁から始まってですね。まあ要はそのまああのあれですね、このまあ金日成というねまあその競争を来参するカルト宗教みたいな感じなんですけど、それまでは写真を飾っていなかったんですかユニいやあのね基本的にはまあ個人崇拝なんで、えまあでもこれやられてかなりまあ強化されていくんですよね。どんどん強化されていくんですけど、でまあそのまあこの反日種族主義で。 こうね、イ・ヨンフンさんが批判していることと、はい、この地的尊のやってることがもう本当に表裏一体だということが非常によく分かるので、はい、このなぜ彼らは北朝鮮の地的尊にしたのかも、はい、ぜひね 読んでいたこの歴史的な経緯ですよねなぜ父思想がこういう発展を遂げたかというのを押さえていただくといいのかなとそうですね現在でも分かりそうですよねそうなんですはいということで朝鮮半島を理解するためにね読むべき2冊ということでこれねちょっと宿題を出すのが遅かったんですけど課題図書です新年の課題図書です。けど ええ、今からあえています。え課題図書です。はい。朝鮮半島はもうほぼこの二冊で理解できると。はい。いうふうにも、石坂系も完璧に論破できます。このな冊で。はい、ぜひお読みいただければと思います。読みはい、で、まあ、あの、朝鮮半島来たんで、ついでにチャイナ、どこかな。チャイナはやっぱこれかな。ね、家政連さん、この本。中国の大プロパガンダ、恐るべき、大、ええ、大凱旋の実態というね、こちらの本ですね。 はい、ああすごそうですが、これはね、あの福島香織さんがお勧すすめしてた本で。でも、加勢連さんは非常によく調べてですね。はい、全世界で行われている、このまあチャイナのプロパガンダについて、非常に詳しく書いてるんですけど。はい、この本のポイントはね、そのチャイナ怖い怖い怖いじゃないんですよ。じゃないですか。そこじゃなくて、ね、はい、結構後半の方に書かれてるんですけど。じゃそんなに金かけてね、はい、こんなにぶあ、ブルドーザーのようにやって。はい、効果あったのと。どうなんでしょう。どうなのと。 いう話が書いてあるんです。それが最後に書いてあるんです、ね。それがね結構最後の方に書いてあって、はい、でねこれねあの一応まあちょっとそこ読んだ方がいいかな。<お>ページで言うとね、はい、えっとねもうまさに端的にですね、えー、書いてあるのが。 えー、242ページ、はいえー、大外宣の効果に対するさまざまな疑問の声と。疑問があるんですねそうなんですここが、ね、結構、ね、まあ面白いんですよ。国民から疑問があるんですかか国,国民からというか、ねはい、本当にこれ効果があったのということで、はい、いろいろ言われているんです。はい、でね、242ページ、実際にちょ,ちょろっとだけ、ね、お読みするとね、はいえー、2018年以前、 中国の大外宣効果に対する注目度は主に大外宣メディアの所在国ではなく中国内部からの関心において高かった中国人の関心は青天井の金額がつ継ぎ込まれたこのような大外宣が本当に効果があったのかどうかという点であったこうした内部からの会議は北京,を旗、えー、北京が旗を振り鳴り物りで大外宣戦略をせん、えー、推進して,してから今,日、えー、今,日にあ今に至るまでずっと言われ続けている。 ということで、え、これ本当に効果があったのみたいなことは実は言われちゃってるんです。はい、でさらに言うと、あの最終章で、はい、その大外戦に屈せずアメリカが手のひら返したっていう話が書いてあって、はい、え、これ本当にうまくいったのみたいな、はい。どうなのみたいな。どうなんですかね。ねまああのチャイナの危機を煽ってビジネスやってる人もいるので、はい。そういとうが怖い怖い怖いって言うんですけど、いやもう少しですね、はい、客観的に見た方がいいんじゃないですか。ちょっと冷静になりましょう。冷静になりましょうという話が実は書いてあると。はい、なるほど。 いうことなんですよねこれも読まなきゃダメですねこれも課題図書ですねこれちょっと高いんですけどね1900円する本なんですけどこれぜひよかったら買っていただいてお読みいただけるといいかなと思いますで次チャイナに行ったんでその次やっぱアメリカかなおアメリカですねアメリカはすみませんちょっと手前味噌ですけどチャンネルクララファミリーの方の渡辺さんの方をおすすめしておきたいなと いうふうに思います。まああの今ですねこのまあ分断分断ってね言いますよなぜ成熟した民主主義はまあ分断を生み出すのかというもうタイトルですけど、まあなんでその分断が生まれるのかということをですねまああの書いた本でございます。でまあ第一章成熟した民主主義アイデンティティ分断を生み出す理由。第二章リベラルと保守はどのようにアイデンティティを分断するのかとかね。まあこう世田谷自然サイみたいなですね。で第三章アイデンティティの分断を止めきれない独裁という政治体制ということでまあチャイナがだからこれうまく そして第4章「グローバル化とアイデンティティの再構成、ねで」第6章「越境するアイデンティティによる民主主義の開始」みたいなね。はい えーまあ、仮想通貨の話なのも実はこれ触れ載ってます乗ってますすってで、えー、最後結論がですね現代の大変革を生き抜くための処方箋ということで自由意志アイデンティティ分断につける薬とかね、はい、まあどん具体的に書かれている本でございます今のアメリカを知るにはいい、まあ、アメリカはまさにそのアイデンティティ政治がねもう本当に幅利かせてて、はい、民主党もおかしくなっちゃいましたよね。はい トランプ大統領の弾劾もねもうインピーチ、インピーチっておかしおころせたりがギャーギャー言って、はい、で最後、もうナンシー・ペロシも,もうその声に屈してね弾劾してみたものの、はい、全然支持率上がらないじゃないですか。はい 予備戻グダグダになってるし、なんかブイジチがちょっとまあ抜けてきたんですよね。え少し抜けてきたんですけど、果たしていけるかとか。いやどうなんですかね。まだまだねこの先試練がまたキャンペーン長いですからね。そうですね。いけるかどうかちょっとねわかんないところですね。11月まで続くんですよね。はい、11月ぐらいまで。早いですね。2000年に入ってたと思うから。あっという間に3000年になっちゃいますねこのそうですよね。どうしよう。気がついたら3000年やってますよ。3000年4000年みたいななかなか人類滅ばないみたいな感じですけどね。はい。ということですいません、私。

フリードマンさんってすごい方ですよね。そうですね。まあ、はい、ミルトフリードマンはね、あの、まあ、いわゆる、その左の人たちとか。はい、あとは、その、まあ、えー、右翼の人たちからもね、はい、右翼って言っていいのかな、まあ、右翼だな、保守じゃなくて、右翼からも割と。目の敵にされている、はい、その新自由主義の権化みたいなふうに、はい、あの、まあ、言われてるんですよ。竹中平蔵みたいなもんですね。<ー>竹中平蔵さんに、そんな力があるんだと、これ、すごいと思いますよ。はい ご本人にも何度かお会いしたことありますけど、はい、申し訳ないですけど今はあのただの大学教授で,、はい、で政府の委員からも干されてるし、はいまあ、委員になったとしてもまあ意見を言うだけでほとんど聞いてもらえない人ですよ、えー、現実を見ろって話。あ話これと同じチャイナのプロパガンダすごいすごい言ってるけどじゃ効果どうなのと。ってはい ね、もしそんな効果ったらなんであんなに工作員が亡命してんのみたいな話ですよね「はい、ね工作員の亡命まで含めてプロパガンダなんですか?」みたいなもうそれはもうほとんどもう全て安倍のせいみたいなの誰、はい、もかんないじゃないですかそういう意味でいうと、ね、だからそういう意味でいうとミントン・フリードマンっていうのもあのもう「真珠主義の権下」で「はい、もう全てはフリードマンの書いた設計図通りに真珠主義がみたいな、はい、言ってるんですけどもうとんだ投票被害でして、はい、実はフリードマンの書いてある著作ちゃんと読むとそんなこと書いてねえよと。はい いいうお話ですなるほどはい、まああのいくつか紹介するとね発想的にはあのー、まあ我々リフレ派が言ってるようなこととすごく近いし、はい、あとねもうかなりそのまあ予言が当たってるんですよね、はい、まあ仮想通貨みたいなことも言及してるし、はい、それからベーシックインカムというね、はい、もうバリバリ左の人が言ってるようなあのアイデア初めて考えたのフリードなんですからねそうなんですかそうなんですよあら だからそのいつ昔ね、ねケインズのことをケインズは財政の話しかしないみたいなバカなプロパガンダやってた右翼がいたんですけど大騒、はい、なんですよね。あのだってケインズの最初に書いた論文ってインド貨幣論ですから金融学者でもあるんですよ。はい、ケインズって だそういうなんかあの原点にちゃんと当たってね、フリーマン何言ってたかで言ってる話にはかなりそのまあ現代の我々も耳を傾けられる話がいっぱいあるなということなので、まあそれを書いたこの加藤さんのこの本ねおすすめです。一回これあのチャンネルクラブのねジョネザ・ラダムスウィークエンドの中でもご紹介しましたけれども、これぜひのおすすめなんでね皆さん読んでいただき、読まなきゃダメですね。読まなきゃためだなというふうに思いますね。はい、そして次、まあやっぱこれかな。だんだんちょっと手前味噌になってきてる。 サンデル・クラマでま、はい黒山、黒山の本だから、このウエストファリア条約。はい、これはいい本でしてよお。どんな感じの本なんですかあの要はね、宗教が違う、はい、えもしくは信じているキリスト教の宗派が違うというだけで、はい、人を殺してはいけない、はい、というごく当たり前のこと。はい、このごく当たり前のことをですね、何百年もかけて、はい、えヨーロッパではコンセンサスにしていくんです。はい。はい でそれをそのもう人殺しのど真ん中でヒューマニズムを叫んだグロチウスという天才がいてですね、はい、まあそいつの涙なくしては語れない、はい、いろんなこれはいいよねと、どこれはどうなのとかいうことをこうずっとやるわけですけど、はい、その話が書いてあります。なるほど。はい。<ー>でこれね現代にもまあこれ当てはまる話でね。はい、はい。まあいろいろそのちょっとあのまああのー、大東亜戦争に関する歴史なんかにも触れたりとかいろいろもう面白いこといっぱい書いてるので、はい、まあこれも見つける力作ですよこんな分厚いんですよ新書なのに。すごいですね。はい。で一応まあ中身ちょろっと紹介するとね。はい。 はい、あ、ちょっと初めにちょっと読もうかな。あ、そうですね。ちょっと朗読してやろうがない。そのためにはい、わかりやすい。そうですね。えー、甚だしい勘違いが蔓延しています。<お>古い時代よりも新しい時代の方が文明的であるという思い込みです。少し歴史を調べれば、文明が退化した事例など山のようにあります。その最たる例が中世です。そもそも古代、中世、近代の三区分は西洋人が自分たちの歴史を説明するために考えた便宜的な物差しです。<ー>文明的なギリシャ、ローマが古代。 キリスト教の公認と国教化によってローマ帝国の文明が指された暗黒の世紀が中世ルネサンスによって文明が回復してからが近代ですこの一条をもってしても、えー、歴史が常に発展するわけではないという厳然たる事実は一目瞭然だと思います<ー>この意味で中世など日本には存在しません同時にルネサンスも必要ありませんむしろ旧ローマ帝国の半島だった国以外の歴史には古代だの中世など何の関係も、えー、何の関係もない区分でしょうと。 ということですよね、はいまあ、そういうところから解き起こして、ですねでこの初めの最後の情を見ましょうか。はいえー、山あんな現代社会において日本は自分の国を守るためにウェストファリア体制を守らなければなりません、えー、むしろ広めていかなければならないこの本を書いた理由ですウェストファリア体制とは何なのかそれでは一緒に確認していきましょうということあと<ー>は皆さん、お願いります。<laughs> <laughs> 後輩だから褒めるわけじゃないですよ、はい、まあ俺は後輩思いですけどね,ね、えー、いろいろ現役時代はいじってごめんよくらい待って感じですけどいや本当にいい本なんでこれも読んだ方がいいなと、はいえー、今考えたくなりますよね。今考えたくなりということで、はい、これはだからまあ、えー、ヨーロッパを知る。 今もだから朝鮮半島を知りチャイナを知りアメリカを知りそしてこれでヨーロッパを知るとフリードマンはどっちかというと経済を知るって感じですけどねそういう感じで転火してきたんですが地球儀埋め尽くしま最後にねやっぱり読んでもらいたい本これはまだ出てない本です。出ましたもうすぐです誰も書けなかった日本の損失こちらぜひ読んでいただきたいんですがこれまだね本が存在してないのでちょっとちら見せしましょうか あ見たいですね<え>初ですねあの初の始めにをという、ね、いいのは、ね、終わりの最後ですから初はい、はい、めのところね <laughs>、はい、じゃこれ読みますよ <laughs>、はいえー、世の中に、えー、存在する問題はその経済損失の規模と原因がほぼ特定されていてしかも解決策は概ね分かっているところがなぜか解決策はなかなか採用されず問題は解決しないまま放置されているなぜなのか。 その理由を一言で言うなら問題がが解決しないいいことによってて儲けるる人がいるからだ、うん、そして彼らは絶大な権力を持っている彼らを利権を持つ人々と名付けよう利権を持つ人々は日本のみならず世界中に存在し問題解決を妨害しているもちろん表向きは問題を解決するために努力しているポーズをとっているのでそれを見抜くことが難しいさらに彼らは論点ををずらしたりり人々は思考停止を追い込んだだすることの天才だ、うん、例えば消費税増税をめぐる軽減税率の騒動を覚えているだろうか ワイドショーは毎日、あ、連日、テイクアウトで買ったものをイートインスペースで食べると税率8%なのかといったさまつな問題を挙げつらっていた。しかし、問題の本質はそこではない。日銀が物価目標を達成する前に消費税を増税することには大きな経済的リスクがある。端的に言えば、それは日本経済が再びデフレに突入するリスクだ。再デフレとなれば、消費は低迷し、企業の収益が悪化。雇用に悪影響が出て、一部の人は経済区から自殺する。これほど大事な論点を忘れて,、えー、忘れていいわけがない。 ところが多くの人がいまだに消費税は社会福祉の充実,ために充実のために使われ軽減税率も導入,したので、えー、導入されたので弱者に優しいと勘違いしているこれこそがまさに財務省の仕掛けた軽減税率の罠であるこれは気になりますねって感じではい、はいまあ、要はその損失となぜその損失が生じているのか、はい、その損失が生じることによって儲けてるやつは誰なんだろう、はいね、いや気になりますね気になるでしょ、はい、気になるでしょはいこれ書きでしたので。 まあこれまだ読めないんですよね。1月26日までは販売販売されないのですが、まああのぜひですね、ちょっと1月26日に皆さんお手元に届くようにですね、各種ネット書店等でご予約いただければというふうに思っております。そうした。今読まなきゃいけない本ですね。読まなきゃいけない。はい、これ課題図書。春休みの課題図書春休みまでの課題図書になりますかね。そうですね。はい。まあでその後はね、経済で読み解く日本史平成編。 執筆会長に進んでおりますのでこちらもぜひお願いできればというふうに思っていますのでジョネ・トラダムスウィークエンドね今回で人類滅びれば次はないんですけれども今週もですからきっと復活するでしょうそうでも生き返ってね同じこと繰り返してたらね夢の旧作のドグラマグラみたいになっちゃいますからすそうでね夢の旧作のドグラ枕あれは大体ね夢の旧作の話ってそう脅迫神経症みたいな話なんですがまあいやこれ話してると違うんですよ。 ドグラマグラ的な展開にならないようにわれわれはバカになったら終わりですからこういう本を読んでイ山の本とかね朝鮮半島のことももうこれ究極ですから読んでもらって勉強するのは大事かなと知識をつけて知恵を使いましょうとお勉強するにはね倉山塾もあるし八重洲イブニングラボもありますので社会人になってから三ラ野も勉強できるのでぜひこうういオンラインサウンドにもお越しいただければというふうに思っております。ということで皆さん、本当に今年も一年よろしくお願いいたします。